VHS はクロアチアの HS プロダクトが開発したブルパップ式アサルトライフル。設計はマルコ・ベコビッチが手掛けた。2012年までにクロアチア軍全軍のサスタバ M70 を置き換える予定である。使用弾薬は 5.56X45mm ナトー弾で作動方式はショートストロークピストン式となる。またスタンダードな VHSD に加え、 重心を切り詰めて着剣機構とライフルグレネード発射機構を省略した VHS 系というバリエーションが存在する。VHS 自体の開発は2005年から始まった。最初に登場した試作品では IMI タボール AR21 のレシーバーと後方フレームに H&KG36 のハンドガードとキャリングハンドルを継ぎ足したような外観だった。しかし、 2008年12月に発表されたモデルでは、突如、フランス軍の FA マス F1 に告示した形状となり、これが、クロアチア軍正式ライフルとして採用された。フレーム全体は軽量なポリマーとなっており、居手にかかる反動が軽減されている。ハンドガード前方にはレール取り付け用のネジ穴が存在し、マウントレールを装着することが可能。また、クロアチア軍に配備されたものは、 G36 と互換性のある断層規格に変更されており、キャリングハンドルもレールを備えるものに変更された。G36 のスコープとドットサイトに告示する標準機を使用し、キャリングハンドル後端に取り付けられる。2013年には発展型である VHS-2 が発表された。セレクター、ボルトストップが変更されたことで、すべての操作系が 左右兼用となり、排出口がレシーバー左側に追加されたことで排、鞘方向の変更が可能となった。ガスレギュレーターを追加し、ブルパップ式、アサルトライフルとしては珍しく可変式のチンクピースとストックが追加された。メーカーはレールを備えるキャリングハンドルと照準機を内蔵するキャリングハンドルの2種類を用意しており、クロアチア軍は、 基本的にレールを備えるキャリングハンドルを使用している。もともと、クロアチア軍は1990年代に特殊部隊や海外派遣部隊に G36 を供給していた。これは、NATO 加盟国との連携を強化するためであり、t スタバ M70 が更新される理由も、NATO 加盟国との連携を強化するためである。すでに、クロアチア軍は VHS を正式採用して、 各部隊へ配備し、最終的に2012年までに6万丁が製造される計画が立てられている。ありがとうございます。